大韓航空機銃撃事件大韓航空機銃撃事件は1978年4月20日に韓国の大韓航空機が誤ってソ連の領空を侵犯したためソ連防空軍機の攻撃を受けた事件である事故機は富士機には成功したが乗客のうち15人が死傷した事故機が富士機した地からムルマンスク事件と呼ばれることもあるなお撃事件と呼ばれるが 実際は銃撃ではなく、空対空ミサイル攻撃である。1978年4月20日、大韓航空902便、機体記号、HL7429、ボーイング707から321バイト、乗員乗客109名は、フランス、パリのオルリー空港を離陸し、経由地であるアメリカ合衆国のアンカレッジ国際空を経て、 ソウルに向かう北回り定期便であった。発着国の韓国人とフランス人の乗客が多くを占めたが、ソウルで乗り継ぎ時刻へ向かう日本人も多かった。なお、日本人乗客の多くは、日本航空やエールフランスの直行便に比べて、機材が古く航空券が安価な大韓航空を使い、ソウルを経由して日本へ帰国する観光客や留学生であった。 パリからアンカレッジにかけては北極圏を経由することになっていたが、902便の使用機材であるボーイング707から321バイトには、極地飛行における広報装置として有効で、当時新鋭機を中心に導入が進んでいた完成広報装置が装備されておらず、地震方位計も極地のため使用できず、北極圏で ソ連領土にも近く地上広報施設も少なかったため、航空士により旧来行われていた太陽の位置で方位を決定する転速広報で飛行していた。902便はアイスランド上空で大気が不安定になるトラブルに遭遇し地上との更新ができなくなり、さらにコンパスが故障した上に航空士が誤った進路を指示した結果、グリーンランド手前から航路を逸脱。 4時間後に、韓国とは、国交がない上に、敵対関係にあったソ連領空へ侵入した。機長は、太陽の位置がおかしいことに気づいたが、その時902便はすでに、ソ連を領空侵犯し、ソ連の北方艦隊が駐留している。コラ半島上空を南に、つまり、内陸に向かって飛行していた。このため、ソ連防空軍のスホー SU-15、 迎撃戦闘機2機に迎撃され、威嚇射撃を受けた。戦闘機の接近に気づいた902便は、威嚇射撃を受けた際に、戦闘機との交信をしようとしたができなかったと主張したが、ソ連側は反対に、交信が無視されたと主張した。どちらにせよ、902便はその後も南に向かって、飛行を続けた。威嚇射撃を行った直後に、 スホー SU-15 から発射された、赤外線誘導式の R-98T ミサイル一発が902便の左翼、外側エンジン付近に命中し、主翼先端が吹き飛ばされた。同時に飛散した破片によって、客室の一部も破壊され、エコノミークラスに登場していた日本人と韓国人の乗客2名が死亡し、13名が重傷を負った。また、 本体から主翼先端が分離する様子は地上レーダーにも捉えられており、ミサイル発射と勘違いされている。幸運にも機体のダメージが軽かったため、当初はミサイル攻撃ではなく機関砲攻撃だと言われ、それが銃撃事件という名前の由来でもある。攻撃を受けた902便は客室が破壊され余圧が失われつつあったこともあり。 巡航高度の3万5000フィートから5000フィートまで急降下した。しかし、機体の制御がまだ可能だったために、不時にできそうな場所を探す戦闘機の誘導のもとに、低空飛行のまま2時間ほど飛行した。しかしこの時に、客室乗務員より、アラスカのアンカレッジの近くですというアナウンスがあったと言われ、運航乗務員から、客室乗務員には状況が伝わっていなかった。 もしくは運航乗務員も状況を把握していなかった可能性がある。現地時間の午後6時45分に、ムルマンスク郊外のケミシにある凍結したイマンダラコに、胴体着陸し、氷上を滑り小岩で停止した。幸いにも右翼が木に激突する寸前で止まったために、不士木の際に火などは発生しなかった。胴体着陸後一旦は機外へ脱出するために、客室上員により機を呼び、 後部の脱出シュートが展開されたものの、エンジンも電源も停止したため、寒さから身を守るために、乗客乗員は機内に泊まり続けた。富士木から約2時間後に、現地当局及びソ連軍が現場に到着し、乗客乗員はヘリコプターや装甲車で地元の政府施設に収容され、けが人は即座に病院に収容された。なお、 乗客乗員に対する待遇は悪くなく、即座に温かい食事が用意され、時間潰しのために映画の上映まで行われた。当時、韓国とソ連との間に国交がなかったことから、韓国政府の代理として、事件機体の製造国アメリカが間に立ち、ソ連との協議により23日に基調と、広報誌以外は解放され、フィンランドのヘルシキへ、モスクワ経由で、帰国の途に着いた。 機長と広報誌は、取り調べのために、レニングラード、原産クトペテルブルクに移送された後、ソ連共産党書記長へ向けた、領空審判に対する謝罪文に署名せられた上で、一週間後に解放された。なお、凍結したイマンダラコの岸辺に不時期した、ボーイング707から321バイトは、その後ソ連当局に押収され、機内を調査されたものの、 秘密に関する機材が積まれているわけでもない上に、機体が大きく損傷しており、さらに、すでに旧型機と呼べる機材であることもあり、湖の氷が溶け機体後部が浸水した後も放置されたもののその後解体された。1983年に起きた大海航空機撃墜事件では、当初はこの事件の例から、ソ連はサハリンへ、 強制着陸させようとしたのではないかとの憶測があった。1991年になり、ソ連軍戦闘機のパイロットが即座に撃墜せよとの命令に背いて、威嚇銃撃をしていたことが判明した。そのため当時のソ連国防当局は、審判機が軍用機、または民間機のいずれなのか区別がつかない状態で撃墜を指示する国際監修を無視した対応を現場に指示していた。 ことが、明らかになった。事件直後は冷戦したであることもあり、反共軍事政権下にある大韓民国の大韓航空機が諜報活動のために領空侵犯したのではないかとの指摘もあった。しかし、事件後に機体を調べた上に運航乗務員を取り調べたソ連当局は、大韓航空機がスパイ活動を行ったと認識していない上に多数の乗客が搭乗している。 定期便旅客機でスパイ活動をする理由ない乗客が登場していない貨物定期便で行った方が機内スペースを有効に使える上に情報漏洩の可能性も減ることからスパイ活動説を唱える者はその後いなくなった事件後の大韓航空の公式発表ではコンパスが故障したことが航路逸脱の原因とされているしかしコンパス以外の景器で 現在地を確認することが可能な上、広報誌が乗務していたこともあり、単なる景気故障で、航路逸脱する可能性は低いとの指摘がある。そのため、パイロットや航空機関士広報誌らの運航乗務員の注意力が散漫で、震度は誤った職務満接が唱えられた。実際に、事件後、韓国国内で運航乗務員の飲酒疑惑が取り沙汰された上に、 富士に後に、日本人乗客が、客室乗務員から、ごめんなさい、カード、ゲームをしていましたという謝罪を受けたということがある、こともあり、職務対満説が有力となっている。事故機は1967年に製造され、パンアメリカン航空に N428PA として、納入され、クリッパースターオブ、ホープの愛称が付けられ運行されていた。 事件前年の1977年に大韓航空にリースされた。事件後ソ連当局に押収された後に解体された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。